モトリー・クルーはアメリカ合衆国出身のヘビーメタルバンド。1980年代前半から後半にかけて北米を中心としたスタジアムロックムーブメントの代表的なグループ。全米だけでアルバム総売り上げ2500万枚以上、全世界で1億枚以上を売り上げている。2015年に活動終了を宣言していたが、2019年11月から再開。 ドラッグやアルコール依存によるトラブル、事件事故、ゴシップに取り沙汰されることも非常に多い。1981年、ロサンゼルスのクラブシーンで活動していたバンド、ロンドンから脱退したベーシストのニッキーシックスは、自らのバンドを結成するべく、スイート19のドラマー、トミーリーを誘い、さらに雑誌広告を見て、ホワイトホースや、 ベンデッタなどの多くのローカルバンドでプレイしていたギタリストのミック・マーズと連絡を取る。ボーカリストにはロックンディーのビンス・ニールをマーズが気に入り、一度目のオーディションはすっぽかされたが二度目のオーディションを経て加入した。バンド名はマーズのアイデアマトリー・クルーをニッキーが少し変えてマトリー・クルーと決定。4月には自主制作シングルスティック・ユア・ガンズ。 トースト・オブ・ザ・タウンをリリース。12月に、同じく自主制作によるフ、ファースト・アルバム・トゥ・ファースト・フォー・ラブを発表。この頃から、ドラッグ、アルコール付けの日々を送っており、バンヘーレンのデイビッド・リーロスやラットのスティーブン・パーシー、ロビン・クロスビーラーと共に、自堕落なパーティーを繰り広げていた。1982年、メジャーベーベルのエレクトラと契約、7月にトゥ、 ファースト・フォー・ラブをリミックスし直し再リリースした。かつてのグラムロックのような派手なメイクにヘアスプレーで膨らませた髪、レザーのステージ衣装、ステージパフォーマンスなど、彼らのスタイルは多くのフォロワーを生み出し LA のサンセットストリップを中心として若者たちにファッションや音楽を含めた一大ムーブメントが生まれることとなった。日本ではこれを LA メタルと呼んでいる。 1983年3月に、キッスのサポートとしてツアーするも、ドラッグアルコールクスのひどさを理由にわずか数公演で外される。同年5月、US フェスティバルにバンヘイレン、オジー・オズボーン、スコーピオンズらと共に出演。この頃のステージ衣装は、映画、マッドマックスニア、ニューヨーク1997からヒントを得たものだった。 同年9月、セカンドアルバム Shout 80 The Devil を発表。タイトル曲、ペンタグラムの描かれたアルバムジャケットから、彼らは悪魔主義だと PMRC から名指しで批判されたが、バンドはこれを否定。アルバムは、全米チャート最高17位を記録、プラチナムを獲得した。1984年1月から、オジー・オズボーンのサポートとして、全米ツアー。 4月からは、サクソン、ラット、アクセプトなどをサポートにヘッドラインツアー。この頃、ニッキーは友人であるラットのロビン・クロースビーと共同生活を始め、共にドラッグに溺れる生活を送っていた。8月、イギリスのドニーントンで行われた、モンスターズ・オブ・ロックにオープニングアクトとして出演。10月、アイアン・メイデンのサポートとしてヨーロッパツアー。12月8日、 ビンスが飲酒運転で起こした交通事故により、ハノイロックスのドラマーであるラズルが死亡。ハノイロックス解散の原因となる。1985年1月、ビンスが裁判所の命令でアルコールのリハビリセンターに30日間入所。6月、サードアルバムシアター・オブ・ペイン発表。このアルバムは全米チャート最高6位を記録しプラチナム獲得。 ステージ衣装はスパンコールを散りばめたグラマラスなものになり、バンドロゴも一変した。この頃よりデビュー前から手を染めていたメンバーのドラッグアルコール問題が深刻になる。特にニッキーのドラッグ中毒は深刻でヘロイン、コカイン等に金と時間を費やしていた。当時は数グラムのコカインが5000ドルにもなるほど高騰していたという。ロンドンでのライブでは途中で意識を失うこともあった。 また、ドーロンドンで、ドラッグディーラーの家でドラッグを摂取している際に、意識を失い、死亡したと思われたためにゴミ箱に捨てられていた、と、ニッキー本人が語っている映像がある。その頃の状態は後に、ニッキーが、ヘロインダイアリーズとして発表する。7月には、初の来日公演。続く、全米ツアーでは、y、Y&T がサポート。ツアー後半のサポートアクトは、 日本のラウドネスが務めた。1986年5月、トミーが女優のヘザーロックリアと結婚。6月、ビンスが前年起こした事故のため入国。1987年5月、フォースアルバムガールズ、ガールズ、ガールズ発表。メイクをやめステージ衣装もレザーを基調にしたワイルドなものになり、このアルバムは全米チャート最高2位を記録。 ワールドツアーでは、バックコーラスに、女性デュオ、ナスティハビッツを帯同。トミーは360度回転する、ドラムセットで演奏。ハイエナジー、ローアイキューと称されていて、本人も苦笑しつつ認めていた。ツアーのサポートは6月からホワイトスネーク、11月からは、ガンズローゼズ。12月に2度目の来日公演。12月22日、ニッキーが、 ラットのロビン・クロスビー、ガンズ・アンド・ローゼスのスラッシュラとのドラッグパーティーの途中、過剰摂取により、心臓が一時停止してしまう。1988年1月、マッシュージョンとリップなる男が、怪我をした、ニッキーの代わりにベースを弾いていた、その間の報酬が支払われていないと発言し、バンドとマネージメントを訴え裁判となるが、バンド側が勝訴。 1989年8月、盆踊日、オジー・オズボーン、スキッド・ロー、スコーピオンズらと共に、当時のソビエト連邦首都モスクワで行われた、モスクワ・ミュージック・ピース・フェスティバルに参加。9月には、メンバー全員がドラッグを立ち、初めて正常な状態で制作された、フィフス・アルバム・ドクター・フィール・グッドを発表。エアロ・スミスのスティーブン・タイラー、スキッド・ロー、 ブライアン・アダムスらがゲストとして参加した。このアルバムはついに全米チャート第1位を記録し、アメリカだけで700万枚以上のセールスを記録した。収録曲のドクター・フィール・グッドとキック・スタート・マイ・ハートはグラミー賞のベストハードロックパフォーマンスにノミネートされるも受賞は逃している。10月からのワールドツアーでは、ビンスは白衣を羽織りなすティ・ファビッツは、 ナース姿で歌い踊り、ナース姿の観客も見られることもあった。トミーのステージ衣装は、ほぼ、ティーバックの黒のレザーブリーフ一丁というものであった。ツアーが始まる直前、出演した、MTV ビデオミュージックアワーズ89の、バックステージで、ビンスが、ガンズローゼズのイジー・ストラドリンに対し、ビンスの妻を侮辱されたとして殴り倒す。 この話を聞いて激光したアクセル・ローズがメディアを通じてビンスを挑発。ビンス自身もメディアにてアクセルに決闘の申し込みをしていた日時場所を指定しそこで決着をつけようと持ちかけるが実現はされたという報道はない。1990年5月に3度目の来日公演。ニッキーがプレイメイトのブランディ・ブラントと結婚。 1991年8月、再び、モンスターズ・オブ・ロックに出演。ヘッドライナーの AC、DC、この年に、全米の大一アルバムメタリカを発表していた、メタリカの前の演奏だった。この年10月に、結成10周年を記念した、ベストアルバムディケ k ド・オブ・デカダンス発表を、全米チャート2位を記録。1992年2月、ビンス・ニール・解雇。 表向きの理由は、ビンスが、バンド活動よりも趣味である、カーレースに没頭したためであったが、当時のグランジが音楽業界のメインストリームを、席巻し始めていたため、これを意識したバンド側の音楽路線変更に、ビンスが従わなかったことによると噂された。ビンスは、不当解雇の裁判を起こし、両者の中は剣悪となった。ジョンコラビ2013年、ビンスの後任には、 ザスクリームのジョンコラビが決定。ビンスはソロ活動をはじめ、1993年4月にファーストアルバムエクスポーズドを発表。全米チャート13位を記録した。1994年3月、メンバーチェンジ5発のアルバムマトリー・クルーを発表。全米チャート7位。それまでの後に80年代サウンドと呼ばれる、サウンドとは異なり、 発売当時の音楽ムーブメントに近いサウンドであったことからサウンドガーデンのキムセールは彼らはこれを80年代に作るべきだったとコメントしている2010年が過ぎた頃トミーリーは本作が自身のキャリアの中でもかなり満足している作品だと語った6月から始まったワールドツアーは不入りが続き途中で中止となった11月 再びドラッグに手を染め始めたトミーがドラッグの過剰摂取による緊急入院。12月、トミーが付き合っていたモデルのボビー・ブラウンに暴力行為で訴えられ逮捕される。1995年2月、トミーが女優のパメラ・アンダーソンと再婚。8月、ビンスがセカンドアルバムカーブドインストーン発表を。が直後にレーベルとの契約を失う。 1996年12月、ニッキーが、プレイメイトのドナデリコと結婚。1997年1月、ビンスが、バンドに復帰。6月にセブンスアルバムジェネレーションスワイン発表。全米チャート4位。チープトリックとの全米ツアー中に、ビンスが一時脱退するが、すぐ復帰。1998年より、エレクトラレコードを離れ。 自らのレーベル、マトリーレコーズを設立。5月に、トミーが妻である、女優パメラアンダーソンへの暴行容疑で投獄される。トミー出所後の11月に2枚目のベストアルバム、グレイテストヒッツをリリース。全米チャート20位。10月から99年3月まで、レードロー、ノイズセラピーをサポートに、全米ツアー。ツアー中に、トミーが脱退をほのめかす。 1999年4月、トミーが正式に脱退。12月にトミーは、リンクビズキッドのフレッド・ダーストや、キッド・ロック、ビースティ・ボーイズのミックスマスター・マイクをゲストに、ヒップホップを主体とした、ソロプロジェクトメソッド・オブ・メーヘムにて、ソロアルバムをリリース。バンドは、トミーの後任に、元オジオズ・ボーンバンドでプレイしていたランディ・カスティロー、迎え、 マキシマムロックツアー1999でスコーピオンズと共に全米ツアー。2000年5月にニッキーのサイドプロジェクト58ファーストアルバムダイエット 4A ニューオムリカをリリース。6月加入したばかりのランディ・カスティロが緊急入院。ガンと診断される。7月にはカスティロ加入後発となるアルバムニュータトゥーを発表。 しかし全米チャートは41位と振るわなかった。サポートドラマーとして、元ホールのサマンサマロニーを帯同し、マキシュマムロックツアー2000でメガです。アンスラックスと共に全米ツアーを行う。2001年バンドのジレンボン、ザ・ダート発売。2002年3月にカスティロがガンにより死亡。5月、トミーのセカンドソロアルバムネバー、エーダルモーメントリリース。 2003年ニッキーは元 LA ガンズのトレーシーガンズと共にブライズオブリストラクションを結成。モトリークルーの司令塔でもあるニッキーが新バンドを結成したためバンドはほぼ解散状態となってしまう。ブライズは3月にファーストアルバムヒアカムザブライズ発表。が、ニッキーはツアー終了後の12月に脱退。スコットランドグラス号公演2004年に ハリウッドにあるテンスストリートエンターテイメント社がモトリークルーオリジナルラインアップでのリユニオンライブを企画する。すでに会場を抑えたがその段階ではメンバーへの交渉が始まっていない状態だった。モトリークルーのリユニオンには大きな利益が生まれることが彼らの実績を見ても確信があったと同社 CEO が見込んでいたが本人たちには数曲の新曲を含めた ベストアルバムのリリースをしてもらうことが条件となっていた。企画してからライブまで5ヶ月という段階からニッキーへの企画説明をしたが当時はブライズ・オブ・デストラクションで日本ツアーの最中でトミーはソロアルバムをリリースした直後ビンスはソロの歌手として全米各地でライブを行っておりミックは行方不明という状況だった。この時 トミーとビンスの関係が険悪だったこと、トミーは正式にバンドを脱退していることなど、多数の課題があった。同社は一つずつ解決するため、メンバーを招き同じテーブルでの食事会を開く。その時の映像はメンバーへ告知なしで隠しカメラにより撮影されており、ドキュメンタリー映像として残されている。ニッキーは乗り気だと二人に話すが、 トミーとビンスはどうしていくかまだ決められないが、前向きであるということだった。ギタリストのミックは依然行方不明だったため、ニッキーも協力し、多方面からコンタクトを試みた結果、彼は自宅で療養していることが判明。ニッキーがマネージャーらと訪問し、リユニオンについて説得し、承諾を得た。しかし、その後発表されるが、ミックは、 血清反応陰性関節炎を17歳から患っており、当時の時点で首を横に回すことができない状態となっていた。スタジオに姿を現した際に、トミーはその姿を見てとても怖くなったと語っていた。演奏そのものは可能だったことから、新曲のレコーディングが実施されたが、レコーディング途中で、トミーが姿を現さなくなることがあった。 ニッキーらは冷静に彼を説得し、再びバンドとして活動を始め、同社の企画したライブは、カーニバル・オブ・シンズと題され、本格的なオリジナルメンバーによる再結成のワールドツアーが始まり、大きな成功を再び手にする。翌年2月に3枚目のベストアルバムレッド、ホワイト・クルーをリリース。全米チャート6位。ツアー後半では、サム41。 シルバータイド等がサポートについた。10月、ローリングストーンズのア・ビガーバンツアーに2公演だけオープニングアクトとして出演。2005年8月、トミーのサードソロアルバムタミランドザライドリリース。9月、アメリカ南部を襲った超大型ハリケーンカトリーナの被災者救済イベントリアクトナウミュージックリリーフに賛同。 リンキンパークのチェスター・ベニントンをゲストに迎えた、ホームスウィートホームを発表。2006年4月、ライブアルバムカーニバル・オブ・シンズをリリース。9月には、エアロスミスとルート・オブ・イーブルツアーで、全米各所を回る。2007年ニッキーが1986年から1987年までの、ドラッグ中毒だった、自身のニッキー・ザ・ヘロイン・ダイアリーズ、エイヤー・イン・ザ・ライフ・オブ・エイ。 シャッタードロックスターを発表。同年8月にそのサウンドトラック、ザ・ヘロイン・ダイアリーズサウンドトラックを DJ アシュバと、プロデューサーのジェームス・マイケルとバンド6、AM を結成しリリース。2008年6月、8年ぶりとなる、ナインスアルバムセインツオブロサンゼルスリリース。オリジナルメンバーによる、フルアルバムとしては、1997年発表の、 ジェネレーションスワイに以来、実に11年ぶりとなる、このアルバムは、全米チャート最高4位に。表題曲、セインツ・オブ・ロス・アンゼルスは、グラミー賞のベストハードロックパフォーマンスに、ノミネートされた。7月から、バック・チェリー、パパ・ローチラと共に、全米主要都市をツアーする、クルーフェスを開催。USA ・エリー公演2009年7月からは、ドラウニングプール。 ゴッドスマックラとクルーフェス2を開催。2010年6月ビンスがサードアルバムタトゥーズテキーラリリース。8月にはオジオズボーン、ロブ・ハル・フォードラとオズフェストに出演。2011年3月6率いる 6AM がセカンドアルバム This is gonna h r t リリース。結成30周年を迎えたモトリー・クルーは同じく結成25周年のポイズンと 共にニューヨークドールズをゲストに迎え全米ツアー。9月には10度目の来日公演を行った。2012年2月、ラスベガスにて、上中公演。7月、新曲セックスを配信限定で発売。キスとダブルヘッドラインを組みアメリカツアーを開催。スウェーデンセルベスボリ公演2013年8月、インタビュー内で翌年度のツアーをもって、 バンドの活動を終了することをほのめかした。ビンスは、その理由を、でかいことがやれる、最高の状態のうちに止めておきたいんだよと語っている。なお、再結成の可能性は、示唆してはいるものの、キッスのように頻繁に行うつもりはないとも、付け加えている。同年10月には、シックスからも解散についてのコメントが出されているが、解散ツアーの予定については、 まだまだメンバー内で相談中であるとのことである。ニッキーは解散する理由をオリジナルメンバーが一部かけたまま客足が少ない状況で活動を続けるよりもオリジナルメンバーが揃ったままで解散する方がもっと嬉しいからと説明している。2014年1月、7月からファイナルツアーを行うことが正式に発表された。 2015年12月末、地元ロサンゼルスの最終公演をもって、活動停止。2016年、最終公演のドキュメンタリー映画、ザ・エンドを、劇場公開。同ライブ作品、ザ・エンド、ライブイン・ロサンゼルスをリリース。2019年、ネットフリックスにて2001年に発表したバンドの、自伝、ザ・ダートの映画が公開。映画のサウンドトラックには、 新曲4曲を収録。その一つ、ザダートは、トミー・リー役を演じた、マシンガン・ケリーが参加をしている。11月、ツアー停止契約を破棄し、4年ぶりの活動再開を発表。オリジナルアルバムベストアルバムライブアルバムシングル2001年、自伝、ザダートモトリー・クルー自伝発売。2019年、上記を原作とし、ネットフリックスで、電気映画、 ザ・ダートを発表。ラッパーのマシンガン・ケリーなどが主演。ありがとうございます。